だ、やばい。でこれがエイリアン、やばすぎ。ああ怖い。出ます。ほんとに5時出発でしょ、うんうん、全員5時出発のプレッシャーで寝れなかったんでツイッターで全然寝れねえわって俺がツイートしちゃったら、この人もあんたもみんな同じくってツイートしてたからじゃあもう行かねって言って行くことにしました。まあ元気ですからそうだ ね安全ですからね、はい、そう安全運転で行きたいと思いますから、はい、皆さんどうぞ名古屋楽しみましょうね。イエーイ。よし、寝れないよ。霧がすごい。いやいいですよ、素晴らしい道と僕は好きですよ。はい、ありがとうございます。バックナンバージーンズやってるんです。バックナンバーとジーンズやってるんです。えしか置いてないんです。ええ、ここしかやってないんですか。いや、どこの店舗もえねえ、ジーンズやってたよ。あるんやん。そうなんだ、うん、試着全部しちゃおうか。はい、はい、なんだよ。ええやどうよ。 OK、 今日の戦闘服はこちらでございますよ。ありがとうございます。いかがですか。お似合いです。いい感じ。これ新作ですか。そうですね。ですよね。かわいい。じゃあ今日これで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ連れて行きます。お預かりします。お願いします。これさ、目描いてお返しするってのどう。キラキラな目にして落ちるやつ。水星で、はい、シンガーソングライターの岸洋介です。どうぞよろしくお願いします。これから僕ら見る世界は泣いたり笑ったりやるせない毎日でも君は君のままでいい。深呼吸してほら前向いてゆこう。ドアの向こうへ。楽しんでいきましょう。ライブ声出しちゃいけないって言うじゃん。あの、あれ撤廃されたの知ってる？あのね、出ちゃう声はしょうがねえらしいそれとか出ちゃう声抑えらんないじゃん。だから出ちゃったらしょうがないらしいわ。うん、らしいよ。うん
じゃあね、僕の大切な君という懐かしい曲をちょっとやりたいと思います。この部屋で書く歌、思い出す帰り道、あの日喧嘩して破られたラブレター。なんか情けなくて甘ったるいコーヒーを嫌になるほど飲み込んだ。恋は落ちるもので、じゃあ愛は何だっていうの。石ころにつまずいた日々も全部全部意味のあることだと思うんだ。僕らは限りあるこの時を戻せはしないから、ほんの少しの間にも笑っていてくれと願うよ。それが僕の大切な君がこの先もっと幸せな日々を生きる近道だと思うから。聞いてください、お天気雨。誰がどう思うかなんてわからないけれど、街を歩く僕の頭は散らかっている。だってさ、空はこんなに晴れてるのに、ポツポツと雨が降り出すんだ。それが俗に言うお天気雨ということくらい、いくらバカな僕でさえわかってる。わかるよ。だけどさ、梅雨明けのこの東京に似合うはずもないんだよな。なんかむしゃくしゃするな。思い出したでもないのに、君の丸い丸い親指とかなんてことない言葉が、愛しさのままに僕を責める。いつも笑って時に甘えて、君の悪いとこも受け止めて、そんな人と出会えていますように。死ぬほど好きで、だけど未熟で、君を傷つけた僕は一人。ため息交じりのろちて気づいたんだ、今日は君の誕生日。はい、というわけで今日こちらに泊まらせていただきます。イエーイね。です。イエーイ。よろしくお願いします。行こうか。裏手のあちらのラウンジなんですけど、夜の11時まで。すごい。ブラシやチナゴが入ってまして、置いてないので、あちらからわかりました。はい、ありがとうございます。はい。1122でございます。はい、こちらですね。
広い、とても広い、綺麗ですね。あ、エアコンこれいいですね。はい、あーいいですね、綺麗ですね。いい、ということでとても快適そうなお部屋でございます。これね、3日間お世話になりますので、よろしくお願いします。嬉しいね。はい、とりあえずライブ終わりました。お疲れした。で、久しぶりの名古屋ということで、なんか俺今日ちょっと髪の毛いいよ。何センター分けになってるよ。まあいいや。今から久しぶりに3年、4年ぶりぐらいに店行きます。いやー。で、混んでると思う。で、ミカちゃん行ったことないんだって。うん。いやー、ちょっと混みすぎてない？待つか、せっかくなら。はい、店来た。いいね、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 いいね。やばい、やばい、いや、見てんな、やばい。一番辛いのって何でしたっけ？一番辛い、エイリアン。エイリアン、はい、エイリアン、エイリアン、エイリアンと、ナス炒め、青菜炒め、麻婆豆腐もある、ニンニクチャーハン2つ、蒸し鶏、鶏の唐揚げ、チンジャオロース、アサリ炒め、餃子、普通の台湾ラーメンも、レモンサワー4つ。とりあえずこんなもんする？はい。はい、とりあえずこれで。初見せんと。楽しみ。それ全然出ちゃう。出た。出たの、瓶中。瓶中。乾杯！乾杯！あ、うまい。それが台湾ラーメン。これ台湾ラーメン。普通の台湾ラーメン。で、これがエイリアン。やばすぎ。これが？これ普通の台湾ラーメン。いや、辛いよ。いや、バカ辛いかな。辛くない。いや、バカ辛いかな。食べれる辛さだけど、これで普通だったらどうなってんのっていうぐらいのレベルではあるから。マジでね、むせそうなんだよ。唇痛いよ。うわ、痛そう、痛そう。いや、すげえ。でもすげえ食った。ありがとうございます。どうやってむせずに食べた？最初吸わない。あ、定型の差が出た。吸っちゃダメ。めっちゃくちゃ辛いけど美味しいね。そうね、美味しいよ、美味しい。やった。うわ、もうやー、美味しい。大丈夫？いや、すげえな。あー、怖い。うわ、すげえ。食べ方プロだわ。プロ。目バキバキやけど。美味しい。何だか止まれ。あ、みんな食べないの頼みな。やばい。エイリアン完食します。ここまで行きました。見てください。すげえ。あと一口やん。唇ちょっと大きくなってる。誰かチューうまそうじゃん。すげえ。見てるな。明日なんですけど、みんな平日も休日も問わずめっちゃ働いてくれてるじゃん。明日急遽、まあライブが中止になっちゃったと。せっかくだからみんな明日自由に過ごしてください。で、それを Vlog 風に記録しといて、好きにしてください。いいっすか？はい。おい。OK。おいしい？おいしい。
もうね、殻ぶっ壊れたの確定だから心配しなくていいと。心配しなくていい。もうどうせ壊れてるんだ。もう壊れてるから、うん、ちょっと待って